おはようございます。いや、朝の散歩いいっすね。ほら、久保さん、朝日がね、しびれますね。朝日5時ですけど、朝日がしびれますよ。まあ、今回ね、小野里はじめ、あ、違う、あの手取り14万の人と小野里はじめにしましょう。まあ、小野里さんのね、対談動画、今日公開しますんで、鉄郎動画は昨日公開してたから、あ、予約投稿してますんで。小野里さんとね、対談する前に、まあ、もちろんね、撮影の裏側をちょっとお話ししようとするんです、思うんですけど、まあ、いろいろとね、ご飯食べて、いろいろと、まあ、カメラ回ってない時も話すわけですよ。ね。で、僕ね、あんまり知らなかったんですけど、だカメラ転売やってる時はカメラの話を結構こうしてたので、全然知らなくて、小野沢さんの過去みたいなあんま知らなかったんですよ。で、なんか母子家庭なんですね、小野沢さんって。で、小学校5年ぐらいだったかな、なんか離婚したかなんかで。で、お母さん一人でこう育てられたらしいんですけど、めちゃくちゃ貧乏だったって言ってて、で、その、まあ、お金ないから、小野沢さんのがね、新聞配達始めたらしいんですよ。新聞配達を。で、その、新聞配達のやってたエピソードも、何年もやったらしいんですけど、エピソードをこう話してくれて、あ、そんなことがあったんですね、小野沢さん、みたいな。マジか、みたいな。で、さらに、その、で、上乗せで、その、まあ、息子がね、新聞配達してるから、つって、母ちゃんもね、新聞配達を始めて、なんと、新聞配達ね、こう新聞配達、月に5万、月に2万円だったかな。月に2万から5万ぐらいしか入ってこないんですけど、そのお母ちゃんね、新聞配達ね、2、30年続けたらしいですよ。新聞配達。そう。すごいですね。で、なんか小野沢さんと最後、いや、30年ぐらい続けてたら何千万になるな。結構稼いだな、みたいなね。まあ確かにチリツモでね。そう、あれですけど、すごいですよね、そのお母様。新聞配達に30年続けるってやばないですか。しかも毎日じゃないですか、やばないですか。やっぱパワーありますよね、子供ね、女で一人で育てるっつったらね。小野沢さんも、まあ本当にその家に友達とかね呼びたく、お金ないから家がボロボロでね、家に友達を呼びたくなかったとか、まあね、買いたいものも全然買えなくてとか、まあいろいろとその劣等感というか、なんかあったらしいですね、幼少期。あ、じゃあ一緒じゃないですか、小野沢さん。僕もまあ貧乏だったんで、みたいな。まあ貧乏話をね、二人でしてたんですけど、そう、貧乏話をしてましたよ。そうだったんですね、みたいな。まあでもその後ね、小野沢さんは、最大瞬間風速月収1億円を達成するわけなんですけど、まあ最大瞬間風速ですね。最大瞬間風速。今はね、あの東京タワーが見えるね、あのね、高級タワーマンションに住んでます。いや、あれすごいですよ。あれはね、めちゃくちゃすごいです。あれは手取り14万の人じゃ 100% 住めないとこですね。 100% です。手取り14万では 100% 無理ですね。うん、まあそもそもあの手取り14万以上の家賃なんで、どうやって住むねみたいな話なんで。そう、まあ、まあ借金すればいけるかもしれないですけどね。借金すれば、すいません、借金すればいけるかもしれない。借り入れしてね。いや、でも審査通んないんじゃないかな。審査通んないですよ、多分。いや、あなた給料14万でしょと、払えないでしょって言って審査通んないかもしれないですね。通んねえな、通んないですね、多分ね。うん、そう。まあ、そのなんで、じゃあ多分その幼少期って、そのね、じゃ あ, あの今手取り14万の人も、なんだ、幼少期ね、小野沢さんみたいにお金がなくてね、母子家庭で育ってね、毎日ね、その新聞配達しててね、お金稼いでたことあるかっていうと、多分ね、どうですかね、手取り今手取り14万ですっていう人、幼少期小野沢さんと一緒のような、あの母子家庭に育ってお金が本当になくて、自分でそのなんだ、新聞配達とかしてました、多分ね、おそらくなんですけど、まあ
パーセンテージで言うならばあんま高くはないのかなと思います。あんまりね、あんまり高くはないのかなと。どちらかというとなんか普通にね、平凡に流されるように生きてきて、手取り14万のところしか蓋を開ければ就職できなかったというなんかオチなのかなと。すいませんね、これ全員に当てはまるわけじゃないですけど、ただ流されるように生きてきて、ただ何も考えず生きてきて、何も努力をせず何も